金泉モータースです。今日はホンダのこのタイプのリモコンキーの電池交換をしたいと思います。まずはこのここにある矢印の方向にスライドさせて中のキーを取り出します。そしてここの隙間ですね、ここにこの抜いたキーの先端を差し込むとちょうどスポッとはまりますので、あとは横にひねるように拭いてやると開きます。この ボタンがある面は下にしてた方がバラバラにならずに済みます。ここのあとは電池を交換し新しいものと交換します。このように日付を記入しておくと、後で管理がしやすいと思います。元通りにセットして、完了です。